微弱無線局は、電波法に規定する免許を要しない、無線局の一種で微弱な電波を利用する、無線局のことである。引用中の KC、MC は、当該時の周波数の単位で、キロヘルツ、メガヘルツに相当電波法第4条に規定する、免許を要しない、無線局のうち、道場第1号には、発射する電波が著しく微弱な無線局で、無線局で、 総務省令で定めるものと規定している。この総務省令とは、電波法施行規則のことで、第6条第1項に規定している。電波法施行規則第6条第1項には、第1号から第3号を規定している。無線設備から3メートルの距離で表のように、電解強度を規定しており、用途や周波数などに制限はない。微弱無線局の3メートルの距離における、 電解強度の許容値この距離から関係する技術者などが3メートル法と呼んでおり図示すると微弱無線局の3メートルの距離における電解強度の許容値のようになる1986年の規則改正までは周波数に関わらず100メートルの距離で1 5ボルマイメートル以下と規定されていたこれを100メートル法と呼ぶことにすると3メートル法は 自由空間での電波電波特性をもとに100メートルでの値を3メートルでの値に換算したものと言えるが、実際には100メートルの距離があると、第一反射の影響を無視できず、電波減水量は自由空間でのものより大きくなる。10メートル以上の距離で、第一反射を考慮すると、従前の規定の同等の電解強度15、μ v ル,ルになるのは30メートルと計算される。 すなわち、現行機器が3メートル方で5 0 0ルトマイメートル、あっても100メートル方では1 5ルトマイメートルに及ばず、従前の機器で、規制条件の限度いっぱいであれば3メートル方で、測定すると5 0 0ルトマイメートルをはるかに超えるものとなる。経過措置として、従前の機器の使用が認められていたのは、規則改正後の10年間で、すでに執行している。 FM 放送の周波数帯などの 322MHz 以下で、ダイポールアンテナを使った場合の送信電力は5 0 n w と換算される。また、322MHz から 10GHz の、社会的なニーズが高く空きの少ない周波数帯は、ベック水協会、米国の連邦通信委員会、国際無線障害特別委員会の定める、不要副車電磁波の定める。 不要電磁波の規定よりも厳しいものとなっており、この帯域での利用は実質的に不可能に近い。測定法は総務省告示に規定されている。告示の試験設備は外部からの影響を受けないように試験場や電波暗室などの条件が定められており、任意の場所での無線設備から3メートルの距離の電解強度を測定しているのではない。このため、法令上で製造、販売、 使用などに義務付けられたものではないものの告示に基づく微弱無線設備として性能証明を実施する企業、団体があり、証明書を発行している。簡易なラジオマイクや、これを利用したミニ FM、新幹線の FM 放送再送信、イモビライザーやロボットゲート入門用送信機などの無線制御に利用されている。1987年のコードレス電話の自由化時には、 この企画を用いた微弱電力型機も低価格機として販売されたが、同時に発売された省電力型機より使用できる距離が短く、価格低下に伴い数年と経たずに製造中止となった。無線設備芝居テストとエルプ、マーク総務省は微弱電波の範囲を超える無線機が市場に多数流通し、他の無線局に障害を与える事例が発生していることから、 一般消費者が購入、使用し、障害を与えることがないよう、微弱電波の範囲を超える恐れがある。無線機を芝居して、測定を行い、範囲を超えるものについて公表する、無線設備芝居テストを実施している。公表したものについて、製造、販売業者は、販売を中止するよう要請される。任意制度であるが民間団体が微弱無線設備を登録し、 微弱無線マークを発行している。総務省もエルプマーク付き製品のテスト結果は基準を満たしたことから、以後、マーク付き製品はテストをしないとしている。無線設備から500メートルの距離において、電解強度が2 0 0ートル以下で、用途、電波形式、周波数を定めて告示されるもの。用途は、模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものの無線送受用 発信機または、有線式マイクロフォンの代わりに使用される、無線電話用送信装置。参考 27.12MHz 及び 40.68MHz の周辺の周波数は ISM バンド中にあり、工業用工周波加熱装置などから発射される、電波の影響を受けてもこれを容認しなければならないと、総務省国事周波数割当計画脚注にある、標準電解発生器。 ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発信機で数値は明示されていない。これに関する告示がある。船舶に設置した無線方位測定器の構成曲線を作成するためにのみ用いる発信機で次の各号に適合するモノ変調持続電波または持続電波で構成に必要な周波数帯の発射が可能であるモノ発信機の空中線は 誕生式設置空中線とし、線上の長さは8メートルを超えないもの発射電波の周波数が 500kc 以下の場合は 6v6 日本並列、および 3000kc 以下の場合は 6v61 本とし、陽極電圧はそれぞれ400ボルトを超えないもの中零時であり、他の発信機を排除するものではない。1950年ワイヤレスレコードプレイヤー、標準電解発生機、 ヘテロダイン周波数計その他の小型発信機、誘導式無線電信電話設備であって、別に公開する分配範囲の周波数帯に属する周波数を使用し、かつ当該設備から500メートル離れた線路から、ラムダ 2π の距離における、電解強度が1 5ル v マイメートルを超えないもの、ワイヤレスレコードプレイヤー標準電解発生機、 ヘテロダイン周波数計その他の小型発信機1957年次のように改正された、当該無線局の無線設備から100メートルの距離において、その電解強度が15ミュボルトマイメートル以下の、もの当該無線局の無線設備から500メートルの距離において、その電解強度が200ミュボルトマイメートル以下のもので、あって、郵政大臣が用途並びに電波の形式及び、 周波数を定めて告示する、モノ標準電解発生器、ヘテロダイン周波数計、その他の測定用小型、発信機1986年第1号が、上述のように改正された。1957年制定の際は、次のように規定されていた。用途は、模型用無線操縦用発信機または、ラジオマイクで壁で囲まれた。 建築物の内部においてまたは建築物から500メートル以上離れた場所において使用するもの。電波形式は A1、A2、A3、k 1、k 2, 2、F3。周波数は 13,560KC、27,120KC、40.68MC で、専用周波数帯域も規定されていた。ラジオマイクの表記は原文ママこれ以降。 周波数や電波形式の表記、専有周波数帯域の変更があった。1992年ラジコン用発信技用の項が追加され、40MHz 帯の13%パー、72MHz 帯の10%パが規定された。これ以降、ラジコン用発信技用については、周波数や電波形式の追加があった。1998年から 13.56MHz が削除された。 またラジコン用発信機の周波数が模型飛行機用とそれ以外のものに採別された2004年から 72MHz 帯のラジコン用発信機の周波数が20%波になった2008年壁で囲まれた建築物の内部においてまたは建築物から500メートル以上離れた場所において使用するという制限が削除された2016年から7 2ヘルツ帯のラジコン用 発信機の周波数が二十四波になった。言語の表記は、原文ママ二千十三年無線設備芝居テストが開始された。二千十四年、総務省の電波政策ビジョン懇談会は、微弱無線機器が技術基準を満たしていることを判別できる仕組みとして、仮称、微弱適合マークの表示などの仕組みを確立することを提言した。二千十五年全国自動車用品工業会が、 エルプマークの登録業務を開始した。2016年電波環境協議会が、エルプマークの登録業務を開始した。a b たくさん使われている、微弱無線機器サーキットデザインウェイバックマシン昭和63年優政賞。国時代127号を発射する電波が著しく、微弱無線局の展開強度の測定方法。 平成18年総務省告示第173号電波法施行規則第6条第1項第1号の規定に基づく総務大臣が別に告示する試験設備平成28年度無線設備芝居テストの結果概要微弱無線局の規定国立国会図書館ウェブアーカイビングプロジェクト平成28年度無線設備芝居テストの特徴上記の別紙一昭和32年優勢賞 国事第708号免許を要しない、無線局の用途並びに、電波の形式及び、周波数昭和26年電波管理委員会告示、第486号電波法施行規則第6条、第1項第3号の規定に定める小型化新規、昭和25年電波管理委員会規則第3号、昭和25年電波管理委員会規則第14号、 昭和32年優政省令第8号による、改正昭和61年優政省令第24号による、改正、党省令不足、第2項平成4年優政省国時代498号による、改正平成10年優政省国時代606号による、改正平成16年総務省国時代257号による、 改正平成20年総務省国示第472号による、改正平成28年総務省国示第335号による、改正道国示不足、第2項無線設備芝居テストの実施、無線局の免許の用否についての情報提供、国立国会図書館、ウェブアーカイビングプロジェクト、電波制作ビジョン懇談会最終報告書、 国立国会図書館 Web アーカイビングプロジェクト PP56 から5761から微弱無線設備登録制度の運用を開始しました。ジャーマトピックス2015年6月1日、東京議会で微弱無線設備登録制度を開始いたしましたのでご案内します。イムック過去の更新2016年6月29日、ありがとうございます。